皆さんこんにちは、キラです。今回の動画は視聴者の方のお悩みを解決していきたいと思います。以前僕の動画でこのようなコメントをいただきました。シャフトクロスが治らずにこのチャンネルにたどり着きました。手を上げすぎる癖と手の甲側に手首を使う癖、それが原因だと思いますが、分かっていても素振りでできていても、実際にボールを打ってみるといつものフォームに戻ってしまう、そしてがっかりしてしまうということですね。そういった症状の方が実際にボールが打つ時にも正しいトップができるように、そういった練習方法があれば教えてくださいということですね。今回のこのコメントをいただいた方のお悩みというものは、いわゆるこういう症状ですね。バックスイングしていってシャフトがクロスしてしまう、プラスオーバースイングになってしまって左手の甲側に手首がこのように折れてしまう、このような症状ですね。この症状は100を切るか切らないかのアベレージゴルファーの方、そしてゴルフを始めてそこそこボールを打てるようになってきた、そういった方に多く見受けられる症状ですね。このようなシャフトをクロスしてしまったり、左手の甲側に折れてしまうような、そういったスイングの特徴があると、フェースを開きながら使ってしまう、プラスオーバースイングでシャフトがクロスしていますので、フェースを上手に戻すことができなくて、例えばドライバーなんかだと ものすごい大きなスライス、いつかボールが戻ってきてしまうような、そんなぐらいの大きなスライスだったり、アイアンなんかだと上下の打点のミスですね、ダフリトップ、そしてフェースが開きっぱなしになってしまうと最悪シャンク、そういったミスが本当にいろいろ何でも出ますよっていう症状です。ですがこれ自体悪い癖なんですが、癖のレベルとしてはかなり初級ですね。かなり直しやすい癖だと思います。今回はこちらのシャフトクロス、そして左手の甲側に折れてしまう、これについて原因、それと直し方、それと実際にボールを打っていく時の練習方法、この3つについてお話ししていきます。自分のスイングは見たことなくて一体何のことやらわからない、でもスライスとかトップダフリ、そういった症状がある方、知らず知らずのうちにこのような症状になっている可能性ありますよね。ですのでそういった症状でお悩みの方、そういった方たちもぜひ最後までこちらの動画見るようにしてみてください。それではやっていきましょうか。まず最初に先ほどの2つの症状の原因、それを皆さんにお話ししていきます。先ほどの2つの症状、原因は大きく分けてこの3つですね。上から順番に読み上げていきます。まず1つ目、アドレス時の前傾の角度が足りない、そして2つ目、テイクバックでクラブをインサイドに引きすぎる、もしくは手首をロールしてしまう、そして3番目、右肘の外旋運動、これがない、もしくは足りない、プラス右肘を使ってクラブを上に上げるような動作が発生してしまう。なんだかちょっと難しい話ですね。上から順番にもう少し詳しく説明していきます。この1番と2番は非常に関連性がありますので同時にお話ししていきます。通常アドレスをするときに骨盤を前側にこのように倒して前傾角度を作りますね。ですので通常背骨はこのように斜めの角度がついているはずです。このように斜めにすることによって骨盤、背骨を中心とした軸回転でこのようにクラブを上に上げることができるんですね。ですがもし極端な話、この前傾姿勢がなかった場合、こういう状態ですよね、前傾姿勢がない状態、このままクラブを体の回転で上げようとするとクラブは必然的にこのように横に動きますよね。つまりインサイドに極端に引きすぎてしまう。なぜこのようなクラブをインサイドに引いてしまうと結果的にこのようなシャフトクロスだったり左手の手首がこのように折れるようなトップになってしまうのか、これはですね、いわゆる逆ループっていう動作が原因です。クラブをインサイドに引くとこのようにインサイドに引きっぱなしじゃないですね、いずれ上に上がっていく、その時に一旦インサイド側にクラブを振り出したせいでクラブを上に上がった後にこのように前側に行きたくなりますよね。ここでループが発生するんで、その結果このようなトップになってしまう。つまり前傾姿勢を仮にもし取れてたとしても
クラブを軸に沿ってこのように上に上げるのではなく、体の軸を外れてインサイドに振り出してしまった場合も同様に逆ループが発生して、このようなトップになります。つまり上の2つというものは非常に関連性があるんですが、1番前傾姿勢が起きてない場合には必ず2番それは同時に発生します。ただし1番の前傾姿勢がしっかりできた場合でも2番の動作が単独で起きた、その場合には必ずシャフトクロス、左手が甲側に手首が折れる、これが発生するんですね。そして最後3番目、右肘の外旋運動がない。これどういうことかというと、外旋運動というのはこういう動作ですね。これが構えてテイクバックしていってこの辺で発生するんです。よいしょと今外旋運動が発生したんですね。そのおかげで前側にあったヘッドがこのように背中側に回ることができたんですね。そうすることによって正しいトップが作られる。ですがもしこの外旋運動が発生しなかった場合、この動作が発生しなかった場合どうなるかというと、ここまで来たらクラブをここから先上げれないんですね。上げるためには腕、特にこの右肘ですね、右肘をこのように上に持ち上げながらクラブを上げなきゃいけなくなってしまう。このまま上げていくと左手の手首が下りてシャフトがクロスしてしまう。このトップの完成ですね。ですのでこの右肘の外旋運動が伴わないバックスイングでは必ず右脇がこのようにガバッと開いてしまってこのようなトップが完成するというわけなんです。このように3つ原因が分かったので、あとはこの3つの動作を行わないためにこれを修正していくだけですね。ですので原因というものは明確簡単なので、この癖自体は割と早くに治ると言えます。では具体的に治し方やっていきましょうか。まあ一番はまあ簡単ですね。ただ前傾を入れるだけなんで、この時に注意するのは必ずこの骨盤を前傾させること、これが必要です。骨盤を前傾しないと背骨はこのように角度がつかないですね。例えばこれも前傾はしてるんですけど、ただ背骨が曲がってるんで状況は先ほどと変わらないんですよね。骨盤の回転に伴ってクラブを上げることができないので、ですので必ずこの骨盤を前傾させること。では2番目の解決方法についてお話ししていきます。まずはバックスイング、その時の仕組みというものを正しく理解する必要があります。アドレスからクラブを上にトップの位置まで上げるには、体のこのような横回転もしくは軸回転プラス腕のこのような上下運動、これが組み合わさって行われるんです。つまり腕というものは下から上、下から上、この動作をしているだけなんですね。つまり横方向の動きというものは一切ないんです。ですがクラブをインサイドに引いてしまう、そういう方たちはアドレスの指導の段階で体の回転ではなく手だけで単独でこのように横にクラブを振り出してしまう、その結果このような逆ループが発生してしまうんですね。しっかり体の回転を伴いながらバックスイングする、体の回転でクラブを横方向なおかつ腕の上下運動によってクラブを上に上げていく、このような動作を学んでいく必要がありますね。プラス手首のロール、手首をこのように横に振るようなこういう動作ですね、これもなくしていく必要があります。クラブと重心の関係でクラブをこのように横に倒した方がバックスイングっていうのは上げやすいんですね。フェースの後ろ側、バックフェース側の方が重たいんで重心はこのようにした方がクラブは上げやすいんですね。上げやすい方向に動かしていくと手首がロールしやすいですね。ただしこのロールする動作を行ってしまうとフェースが早い段階でガバッと開いてしまうので、その後フェース面を持たないとまっすぐ打てないですよね。特にドライバーなんかで今の動作をやってしまうとフェースを戻すことができなくてほとんどの場合でスライスします、もしくは正しく戻したとしても大きなフックボールになっていきます。ですので、まあ安定感はないですね。
癖のレベルとしては、まあ、最悪なレベルの癖ですね。一番悪い癖だと思います。手首をロールする癖、それはなくしていきましょう。では最後3番目ですね。右肘をの外旋運動。これはですね、ドリルを使いながら直していくのがいいんで、この後そのドリルを使いながら直していきましょう。それでは今からこの3つの動作、悪い癖を直していくためにどのような練習方法をしていけばいいのか、それについてお話ししていきます。まずはテイクバックですね。アドレスしてからバックスイングの初動の段階でクラブをインサイドに引いてしまったりとか、まあそのような悪い癖っていうものをなくしていくための方法です。まず一つ目の方法はこのようなボールですね。皆さんもこのようなボールを使った練習方法って何かいろんな媒体で見たことがあると思うんですが、これ非常に効果的ですね。まあこの腕と腕の間に挟んでボールを打っていくだけなんですが、これはどのような効果があるかというと、先ほどクラブをインサイドに引きすぎてしまうという話をしましたね。インサイドに引くとこの腕と腕の空間は潰れます。つまり間にボールを置いていけばこのようなインサイドに引くような動きというのはしにくいんですね。体を使ってこのように回転しないとボールが邪魔でバックスイングが行うことができない。つまりこのボールを抵抗に使うことによって正しいスイングを作っていくということです。まあ、このようなボールがなくても例えば風船を膨らまして腕に挟んでいく、そのような方法でもいいと思います。これに紐がついたような専用の練習器具もあります。そのようなものを用いてもいいと思います。このボールを使って実際に打っていきましょうか。この時に注意することはボールをコンタクトすることも大事なんですが、しっかり構えたらアドレス時の前傾姿勢をしっかり作るということですね。そしてこの前傾をインパクトまで変えない意識、それだけでいいです。しっかり体を回転させるイメージ、バックスイングの大きさはそれほど大きくなくてもいいです。クラブをインサイドに振りすぎないように、もちろんボールの抵抗がありますのでインサイドには振りにくいんですが、少し飛球線後方の方にまっすぐヘッドを出していくような、そんなイメージでバックスイングするとうまくいくと思います。そして次の練習方法です。このようなペットボトルを用意してください。中身は今水が入っているんですが、これをボールのすぐ後ろに置きます。そうしましたら構えてこのペットボトルを真後ろに押し出してあげる。もしクラブをインサイドに引きすぎてしまうとペットボトルは押していけないですね。この辺にコロンと転がってしまう。しっかり体の回転を使ってペットボトルを押していかないとペットボトルは正しく後ろ方向に移動していかないです。体を使って腕の横方向の運動だけではなく体の回転を使いながらバックスイングする、そのような意識がこのドリルによって生まれていきます。では打っていきましょうか。注意することはしっかりテイクバックの時にこのペットボトルをなるべく遠くの方向に押し出してあげる、そのような意識を持つことです。打っていくスピードとかバックスイングの大きさっていうものはそれほど気にしなくていいです。自分のやりやすいようにやっていく、大事なのはアドレス時に後ろに置いたペットボトルをなるべく遠くに飛ばしていく、そのような意識ですね。以上の2つが先ほどの1番2番、これをなくしていく、直していくための練習です。では最後3番目ですね。右肘の外旋運動プラス右肘を使ってクラブを上げない、この方法について行っていきます。これはもう具体的に言うとオーバースイング、シャフトクロスを直していくための方法ですね。
やっていくやり方は非常に簡単。グローブを用意したら右ひわきの下、ここにグローブを挟むだけです。この挟んだ状態でそのまま打っていくだけですね。右肘を使いながらクラブを上げるような動作をすると右脇はこのようにガバッと開きますよね。そうするとグローブは落ちてしまう。ですので右肘を上げないようにクラブを上げる必要があります。打つ時に注意することは特にありません。グローブが落ちないようにスイングしていくだけ。ただしこのグローブはいずれスイングの途中で落ちるんですが、このグローブが落ちる方向というものが非常に重要になってきます。まずは悪い例からやっていきます。グローブが自分の前側、ボール側にこのように落ちてしまってはダメです。注意することはバックスイングからトップにかけてこのグローブが落ちないこと、プラススイングをしっかり体の回転で最後まで大きなフィニッシュを取っていく、体のしっかりとした軸回転、体の回転でボールを打っていく、そのような意識があるとグローブは自分の前方向に落ちていきます。先ほどのように手元のボール側に落ちてしまっては体の回転が足りてないですね。このような症状だともちろん飛距離も出ないですし、あとは腕の力だけで打ってますので出球の再現性、スイングの再現性というものがちょっと足りないですね。ですのでいつも安定した出球を生み出すために必ずバックスイング、インパクト、フィニッシュまで体の回転を意識しながらやってみてください。今回はこのようなシャフトクロスプラス左の手首がこのように後側に折れてしまう、このような2つの症状について原因、それと治し方、それと練習方法についてお話ししていきました。何か自分にとって悪い癖を治していくためには必ず必要なこと、それはまずその悪い特徴の原因は何か、それを知ることが一番です。その原因を知らないとただ闇雲にスイングをいじってしまって悪い癖の上にさらに悪い癖、どん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 悪い癖を重ねていって、なんとなくボールはまっすぐ飛ぶんだけど安定性に欠けてしまう、そういったことが起きてしまうんですね。ですので今回のように悪い癖を直していくためにはまずは原因を追求する、原因が分かったら原因を直す手段を考える、そしてそれからそれの改善策としての練習方法を繰り返し行っていく、このような手段を取っていけば悪い癖を直すのはそれほど難しくありません。ぜひこのような方法を用いるようにしてみてください。それでは今回の動画以上になります。ご質問ご不明な点はコメント欄までお願いします。あとは今回のように何か困っていること、スイングで悩んでいること、悪い癖を直したい、そういったことがありましたらコメント欄にいただければその解決方法の動画をこのように出していきます。ぜひそのようなコメント欄の使い方もしてみてください。それではどうもありがとうございました。